1円でビジネススタートしました、何ができますかって話ですよね。はい、それでは今日はですね、会社設立時に決める資本金、これをいくらにしたらいいのかっていう話でですね、やっていきたいなと思うんですけども、会社を設立するってなったらですね、いくつか決めることがあるんですけど、これはですね、以前動画でですねお話をしてるんですけど、ちょっとおさらいでこうまとめました。で、主に7つ会社設立時に決めていただくことあるんですけど、まず当然まあ会社名ですよね。どんな会社の名前でやりますか。そして2番目、どこにその会社を置くんですか。3番目、その会社で何をやりますか、どんな事業をしますか。で、今日のテーマなんですけど、4番目、資本金いくらにしますか。で、5番目、事業年度設立日ということで、いつからいつまで、何月から何月があなたの会社の事業年度ですか。もう12ヶ月以内でしないといけないというルールが決まってるんですけど、その期間をまず設定してくださいねと。で、6番目が誰が出資をして誰が役員に入るのかっていうその会社の構成。7番目は新しく会社を作るのか、もしくは今まで個人事業でやってきたんで法人なりをするのかっていうところのポイント、まあ主に7つあるんですけど、まあこれ以外にも細かいところ言えばあるんですけど、7つの項目をですねまず決めて会社を建てますよって流れになるんですけど、その中のですね、まず今日は4番ですよね、資本金。これいくらにしたらいいんでしょうかって話なんですけど、結論はですね、これも100万円にしてください。手元に100万円がもしない場合は方法あるんで、100万円しっかり用意して100万円の資本金の会社を作ってください。これも絶対です。で、まずそのじゃあ資本金についてですね、今日お話ししていきたいんですけど、そもそも資本金って何なのかって話ですよね。資本金ってまあ4ネジのごとくなんですけど、その会社の資本となるお金ですよ。会社っていうのは事業ビジネスをやってお金儲けをするために存在しているわけなんですけど、資本金っていうのはつまりはビジネスでその会社で儲けようとするために元手となる資金のことですよということなんで、当然やっぱこう潤沢な資金があればあるほど大きなビジネスができるわけですよね。逆にあまりお金がなかったらないお金は使えないわけなんで、やっぱりちょっとちっちゃいビジネスから徐々にこうスタートして増やしていくしかないっていうのはもうこれ原理原則なわけなんですけども、ルール上はですよ、株式会社ってこれ1円からでも設立可能やっていう話なんですけど、じゃあ仮に1円でビジネススタートしました、何ができますかって話ですよね。元で1円で買えるものって今の世の中ありますかって話なんですよ。っていうところで、まあ、1円でじゃあやろうと思ったら、本当にこう自分が商品になってコンサルを売っていけば、基本的にはまあ1円でもビジネスっていうのは成立しないことはないんですけど、基本的に考えても1円だったらですね、何も買えないわけなんで、最初に何か経費をかけた瞬間、その会社ってもう元でなくなるわけですよね。会計の処理上は社長からお金を借りて、この例えばボールペン備品買いましたとかっていう風になっていくわけなんですけど、それって基本的な形じゃないんで、やっぱりそういうのってですね、いろんなところに影響してくるんですよ。資本金がちっちゃすぎると、やっぱりこう銀行口座開設行ったとてですね、やっぱりこうちっちゃい会社だったりとか、やっぱ本気度合いが感じられないようにも見えたりするんじゃないかなと思うんで、口座開設してもらいにくかったりとかっていうのもありますし、100万円で資本金スタートする理由はですね、いくつかあるんですけど、まあ、今言ったようにですね、少なすぎると、まずは何かこう経費費用をかけた時に、会社として見た時に純資産と言われるものがあるんですけど、そもそも元で資金以上にお金使っちゃってるんで、この会社って全く価値ないですよねって話になるんですよ。生産した時に1円も残りませんっていう会社って、まずそもそもじゃあ銀行がお付き合いしたいかどうかってなったらですね、いやもうめんどくさいんでいいですよって話になるわけですよ、書類上。じゃあこれ融資を受けたいですってなったら、もう論外なわけなんですよね。っていうことなんで、こうやっぱりこうビジネスまともにやっていきたいなってなったら、大きくやっていきたいなっていう場合もですね、まあ、銀行とのお付き合いって結構大事になってくるんで、そういうとこ考えると、やっぱりこう少なすぎる資本金っていうのはですね、問題になってきますよと。あとは税金の面でいった時に、法人っていうのは、会社っていうのはですね、その年に利益が上がってようがなかろうが払う税金があるわけですよね。法人が払う税金に関しても僕違う動画で上げてるんで、どんな税金かかってくるのかな、どういうふうに決まってくるのかなっていうのはそこで解説をしてるんですけど、その中でも利益に関係なく、利益が出てなかろうが赤字だろうが絶対に負担しないといけない税金が一つあるんですよね。それがこの真ん中の法人住民税って言われるもので、まあ、僕大阪ですけど、大阪だったら大阪の法人府民税と大阪市の法人市民税というのを払わないといけないわけですよ。まあ、これが東京だったら 法人都民税だけになるとか、まあ、そういうふうな違いはありますけど、その法人住民税っていうのは利益に関係なく会社が存在しているだけで支払わないといけない金額というのは決まっているんですけど、それがですね、資本金によって、資本金の大きさによって変わってくるんですよ。当然資本金が多いところは毎年毎年最低たくさんこんだけ払ってくださいねってなるんですけど、資本金小さいところっていうのは毎年これだけでいいんですよっていう風なルールがあるわけですよ。その決められてるところのボーダー、一番下がですね、1000万円以下なんですよ。1000万円以下の会社であれば、資本金800万だろうが50万円だろうが
毎年負担する金額は一緒なんですよ、均等割は。ってなってきた時に、別に10万円で会社設立するのも100万円で会社設立するものも、そこの税金の負担は変わらないんで、あまりそこに関してはリスクを負う必要ないんで、100万円でスタートしても変わりませんよと。でもう一つ、逆にじゃあ資本金が多かったら基本的にはこう信用あるように見てもらえるわけですよ。たくさんしっかりお金を用意してやってる会社なんで信用力はあるんですけど、とはいえじゃあ設立した瞬間に、1000万円資本金1000万円で作ってます、そうなった場合にですね、仮にじゃあ融資を受けたいなってなっても、いや1000万円元でたくさんあるんで必要ないですよねって話になったりするわけですよ。っていうところで、多すぎるとそういう融資活用しようと思ったらですね、なかなかこう難しかったりもしたりとか、多いことが逆に邪魔になったりするわけなんで、最初はですねやっぱりこうなんぼ積んでも300万円ぐらいからスタートする方がいいのかなというふうに経験上思います。とはいえ扱う商品とかビジネス形態によってはですね、資本金300万円では説明がつかないような事業もあったりしますんで、全ての会社をじゃあ100万円から300万円でっていう話ではないんですけど、基本的に個人でスタートしていくような、誰でも基本的にやれるようなビジネスでスタートしていくような場合っていうのはですね、しっかり事業運営していきたい場合っていうのは、資本金を100万円から300万円で設定して会社を運営していくのがいいと思います。300万円となってくるとですね、結構こう大きくしっかりやっていく場合はですね、それぐらい見せたらいいと思うんですけど、とりあえずじゃあ法人を作ってですね、やっていこうかなという場合は、とりあえずまず100万円でスタートするのがいいのかなというふうに思いますんで、これから法人を会社を作って頑張っていこうと思われている方はですね、ぜひこちらを参考にしていただければと思います。はい、今日はじゃあ以上になります。経営者の味方、上杉でした。